松平康氏人は、江戸時代後期の大名、老中。岩見国浜田藩主。松井松平家八代。寺社奉行、大阪城代、京都諸市代、老中と幕府の住職を歴任した。文家旗元、松平康市堂の長男だったが、浜田藩主、松平康貞に子がないため、皇帝の婿養子となり、家督を相続する。文化。 文政紀の幕府の実力者、水野忠明の歩調に合わせ、彼に追随する形で順当に衝撃し、老中に就任する。忠明同様、賄賂には大変応用なところがあり、田島伊豆市半戦国下の筆頭画廊の戦国、佐京から六千両もの賄賂を受け取り、その結果、実弟の文家旗本より愛石、松平力の娘を、佐京の息子小太郎に嫁がせたが、 これが後に、孔勤務失脚の布石となってしまう。忠明氏を老中取材となったが、この頃から、閣内は、孔勤務派と、水野忠邦派の抗争が激化する。天法5年に発生した、戦国騒動において、戦国左京に肩入れした、不正の計らいを行い、老中辞任に追い込まれた。また別件で、浜田藩ぐるみで、竹島密貿易を行っていたことも発覚し、 名乗りを、下野守ると改めさせられた上、英畜鏡を命じられた。こうとむの後、家督を継いだ次男の公爵は、間もなく道のくたなぐらに懲罰的天保を命じられた。天保十二年、六十三歳で死去した。ありがとうございます。